すまん。気にすんなって。準決勝は俺たちに任せとけ。準決勝はゴーエンジ抜きか。せっかくすごいシュート編み出したのにな。稲妻1号だろ。稲妻1号。うん、秘伝書に載ってたんだ。キーパーとフォワードの連携シュート、じいちゃんも考えてたんだよ、同じことを。やっぱりすげえぜ、じいちゃんは。ゴーエンジがいれば準決勝でも使えたのにな。ゴーエンジがいなくたってお前らなら大丈夫だろ。どうも。いざとなったら俺が出るしさ。そうだな、俺たちで頑張らなくっちゃな。よし、早速練習だ。期待してるからね。ああ。メガネ立つ。地区予選準々決勝のオカルト中対収容メイト学園戦、この試合に勝ったチームと準決勝で戦うことになるわ。オカルト中ってあいつらか。猛特訓の末に相当戦力を強化したそうよ。あいつらがさらに特訓を。で、相手の収容メイト学園っていうのはどんなチームなの？あ、学力優秀だけど少々マニアックな生徒が集まった学校。フットボールフロンティア出場校中最弱の呼び声が高いチームで。何これ、どうした？ん？オカルト中との試合前もメイド喫茶に入り浸っていた。メイド喫茶ですと？何それ。そんな連中がよく勝ち進んでこれたね。こりゃ準決勝の相手はオカルト中で決まりでやんすね。だけど今回はゴーエンジがいないんだ。前みたいには。大変です、大変です。どうした？今準々決勝の結果がネットにアップされたんですけど。オカルト中が負けた。あのオカルト中を倒すなんて。どんなチームなんだよ収容メイトって。これは行ってみるしかないようですね。メイド喫茶に収容メイト学園とやらが、あの強豪オカルト中を破ったのにはきっと訳があるはず。僕にはその訳がメイド喫茶にあると見ました。行きましょう遠藤君。でも僕たちは収容メイト学園のことを何も知りません。これは試合を有利に進めるための情報収集なのですよ。なるほど、よし行ってみようぜ。マジかよ。単純。おかえりなさいませ、ご主人様。12名様ですね、こちらにどうぞ。これがメイド喫茶。ご注文は何にいたしますか？ね、あ、はい。なんだよこれ。ご注文は何にいたしますか？じゃあこれ。どちらですか？ピンクのときめきミルクティーですね。かしこまりました。いけませんね、メイド喫茶に来たら彼女たちとの交流を楽しまなければ。緊張していては逆に彼女たちに失礼ですよ。ああ、僕はときめきピコピコケーキセット。かしこまりました、ご主人様。なじんでやがる。君見どころがあるね。ん？君たちは？君に見せたいものがあるんだ、ついてきたまえ。さあ入ってくれ。ああ、
出る。あ、こっちはレア合金トンガリアのブラックバージョンでは。知ってるの、こんなマイナーなロボット。うん、うん、見事な鉄道模型ですね。あ、スイッチバックまで再現とは。分かってくれるのかい。うん、これは10年前に発売されて全く売れなかった幻のゲーム機パプン GX ではありませんか。お前すっげー詳しいんだな。僕に知らないことはありませんよ。やはり君ならここにあるものの価値が分かってくれると思ったよ。僕たちと同じオタク魂を感じたんでね。なかなかいい品揃えだと言えるでしょう。ついていけねえ。あ、あれはまさかマジカルプリンセスシルキーナナの全巻セット。何ですかそれ。原作をノベルライト先生、絵を漫画萌え先生が手掛けられた史上最高の萌え漫画です。嬉しいね、我々の作品をそこまで褒めてもらえると。あ、我々。そう、私が原作者のノベルライト。僕が漫画萌えさ。まさか伝説の二人にお会いできるなんて。我々も君のようなファンと出会えて嬉しいよ。今日はじっくり語り合おう。ちょっとストップストップ。悪いけどそんなことしている暇はない。俺たちはもうすぐ大事なサッカーの試合があるんだ。おや、君たちもサッカーをやるのかい。な、君たちもって。僕たちも今結構大きな大会に出ていてね。なんだっけ、フットボールなんとか。まさかフットボールフロンティアか。そうだっけ、覚えてないな。おい、俺のアイテム取るなよ。メイド喫茶に入り浸っているオタク集団。収容メイド学園サッカー部ってまさか。僕たちのことですが何か。何やってる、しっかりトラップしろ。すみません。ダメだ、みんな気が緩んじまってる。仕方ないよ、あんな連中が準決勝の相手なんだ。ですが仮にも準決勝に勝ち進んできたチーム、油断は禁物ですよ。そうかな。全然強そうに見えなかったぞ。お前らもっと集中しろ。すみません。こんなんで準決勝大丈夫なのかよ。ま、相手は参加校の中で一番弱いって話だし、なんとかなるんじゃない。さあ、フットボールフロンティア地区予選準決勝、ライモン中対収容メイト学園の一戦がいよいよ始まります。これを私に着ろと。我が校における試合ではマネージャーは全てメイド服着用という決まりになっております。誰がそんな決まりを作ったのよ。店長、いえ監督が。あれ、監督だったんだ。どうして私がこんな格好を。なぜこっちにお願いなんだな。やめて。これが準決勝の相手か。ゴーエンジの代わりは。はいよ、俺ね。ここは切り札の出番でしょう。切り札？メイド喫茶に行ったおかげで彼らのサッカーが理解できました。僕が必ずチームを勝利に導いてあげましょう。メガネ。いいんじゃないか、メガネで。そうね、やる気満々みたいだし、なんとかなるんじゃねえの。うん、そうだな。よし、今日はお前がフォワードだ。頼んだぞ。ちょっと待って、彼がゴーエンジ君の代わりで大丈夫なの？
あまりにも危険な賭けじゃない？そうっすよ、帝国戦の時みたいにまたいつ逃げ出すか。うん、今日のこいつのやる気は本物だ。俺にはわかる。本気でやる気になっているやつがここ一番で必ず頼りになるんだ。俺はメガネのやる気にかけるぜ。大船に乗ったつもりでいてください。さあ、フットボールフロンティア準決勝、いよいよ試合開始です。まもなく前半を終了しようとしていますが、未だスコアは0対0のまま。主要メイト学園ボールをキープするものの、一向に攻めようとはしません。発進、ハイパーサッカーボール、発射、ヒット。来たな悪の軍団め、お前たちにこの地球は渡さん。なんだこいつら。ここで前半終了のホイッスル。0対0のまま後半を迎えます。まるで攻めてこないなんて、この僕にも予想外でしたよ。お前、あいつらのサッカーが理解できたんじゃなかったのかよ。それにしても、なんでボールが取れないんだ。あいつらの妙なノリに調子を狂わされたせいだ。得体が知れない。お前もな。よくわからないチームだわ。とにかくボールを奪ってチャンスを作るんだ。さあ、後半のキックオフです。よし、行くぞ。何？息が変わった。我々の体力ではフルタイム戦い続けることはできない。後半勝負、それが僕たち収容メイトのスタイル。こいつら前半は力を温存していたのか。みんなディフェンスを固めろ。ヒーロー、誰にも止めることはできん。変身フェイクボール。何が変身だよって。あれ、おっと、これはなんというアクシデント。フィールドに入った追加のボールが入れ替わってしまった。ヒーロッケついた。収容メイト学園が先制点を奪いますな。こんなシュートを隠してたのかよ。あんな奴らに先制を許すとはな。だから言ったのです、油断は禁物だと。あいつら全員で守るつもりか。そうはさせるか。中シュートを連発。しかしゴールに嫌われたか、ことごとく枠の外。どうなってんだ。さあ、後半も残り時間が少なくなってきました。このまま逃げ切るぞ。帝国通り、まもなく使用メイト学園の勝利。勝利。何をしているの、時間がないわよ。くそ。何度撃っても無駄ですよ。なぜあの土煙に包まれるとシュートがゴールを逸れてしまう。まさか。早いにでもゴールをこじ開けてやる、ドラゴン。シュート撃ってはいけません。メガネ見破ってしまいましたよ。シュートが決まらなかったわけよ。こいつ離せ。ゴールをずらしてる。シュートが入らなかったわけはこれか。貴様、なぜ負けた。勝
仮面ソイヤー第28話怪人砂ゴリラの使った土煙の煙幕作戦、あれを思い出したのですよ。ゴリム中とはあれをヒントに作った技と見ました。よく知っていたな。ズバリその通りだ。これが君たちの勝ち方ですか。僕たちは絶対に優勝しなければならないんでね。だからといってこんな卑怯なことを。勝てばいいのだよ、勝てば。僕にボールをください。メガネ、ハンダ、メガネにボールを渡せ。わかった、頼むぞメガネ。ここは倒産。正々堂々悪に挑む、それがヒーローでしょう。スイカとボールをすり替えて相手を欺くなどヒーローの技ではありません。止めるんだ。漫画萌え先生、ノベルライト先生、僕は悲しい。あなたたちの書くシルキーナナの勇気と愛に僕は幾度となく元気をもらいました。なのにその作者であるあなた方がこんな卑怯なことをする人たちだったとは。シルキーナナに謝りなさい。説教中や合体中に攻撃を仕掛けるなどロボットマニアとしては失格です。おっと、ここでライモン中メガネが怒涛のドリブル。主要メイド陣内に切り込んでいくぞ。やるじゃないのメガネくん。よくわかんねえけどすっげえ。シュート打たせちゃダメなんだな。みんなゴール夢中だ。まだこんなことを続けるつもりですか。これがオタクの必殺技だ。君たちなどオタクではありません。何？オタクとは一つの世界を真摯にまっすぐに極めたもの。ゲームのルールを破ってまで勝とうとするあなたたちにオタクを名乗る資格などありません。こうなったら染岡君、ドラゴンクラッシュを。だけど僕に考えがあります。分かった、ドラゴンクラッシュ。ドラゴンクラッシュの軌道を変え、ゴールに押し込んだ。ライモン中同点、土壇場で同点に追いついた。これぞメガネクラッシュ。メガネ、あとは頼みます、トモン君。あ、どうしてなんだ、どうしてそんな姿になってまで。君は目を覚まして欲しかったのですよ、同じオタクとして。サッカーも悪くないですよ。メガネ君、君の言葉で目が覚めたよ。僕たちもう卑怯なことはやめるよ。我々も全力を尽くしたサッカーでライモン中に挑もうではないか。俺たちだって負けられねえ。メガネが体を張って同点にしてくれたんだ。みんな絶対に逆転するぜ。攻めろ攻めろ。させるか。来い、ドメオカ君、ドラゴンクラッシュです。分かった。決まった、試合終了直前、ソメオカのドラゴンクラッシュがゴールに突き刺さった。ライモン中逆転、逆転です。やったー、やったー、ヒヤヒヤさせるわね。負けた、これで僕たちの夢が。夢とは何のことです。フットボールフロンティアで優勝すればアメリカ遠征という特典がついてくるんだ。みんなでアメリカに行って向こうにしか売っていない限定フィギュアをゲットするつもりだったんだな。コズミックプリティレイナのアメリカ限定バージョンですね。知ってるのか。当然です。君はなんてやつだ。負けたよ完全に。さようならレイナ、トワに。ご心配には及びませんよ。君たちの夢は僕が受け継ぎました。この大会で優勝した暁には僕が必ずコズミックプリティレイナを買ってくることを約束しましょう。メガネ君。
んだな、メガネって。